ポスト米英時代、米国民の7割が TPP 反対。デタラメ報道だが、福島の子供以外も甲状腺異常6割。バビロンは TPP も原発も諦めることである。投稿者ポスト米英時代日時2013年3月09日10時間51分28秒。全米労組が TPP 反対を表明したそうだが、バビロンは米国の信用を利用して、TPP をご利用しするのはやめるべきである。100歩譲って、労組の賛成を取り付けてから日本にご利用しすべきだし、内容は3年間秘密とか、国家間の通商条約を偽装するならば、交渉内容をフルオープンにすべきである。対策や小泉が偽キムチなのがバレたくないから、個人情報保護法を制定したが、結局バレてしまったわけだな。通商条約の内容が秘密だとか、ガキのようなことはやめるべきである。秘密にしたい理由は、通商条約ではなく ISD 条項を悪用した損害賠償詐欺であることがバレると、誰も賛成しないからという理由はわかるが、詐欺にも限度というものがあり、これでは強盗条約であり、偽キムチ小泉の時の町議日サイン議の鳥と同じで、身も蓋もないような話に乗りようがないのである。昨日をもって、武蔵の不正選挙で当選した意見議員に主犯指名された安倍は、意見首相となり、任命された大臣も意見大臣になり、交渉権を失ったのである。不正選挙裁判はこれからだが、すでに意見内閣になってしまったのであり、それもこれもバビロンが不正選挙をご利用しした結果であり、まだ野田ブーを脅して参加させた方がマシだったと思うが、敗者復活の一桁支持の野田ブーでは、国民の反対を押し切れないと判断して、意見状態のまま解散させたのだろうが、バビロンは墓穴を掘ってしまったのである。日本国民は例によって、票では不正選挙じゃねえかと叫ばないが、地元の自公議員が演説も聞いてもらえないし、ビラも受け取ってもらえない中で、不自然に圧勝したのをおかしいと分かっており、酒が入るとおかしくねという話になるのであり、自公議員も基礎票以上の不動票が入って、バビロンが不正開票したことを重々分かっており、選挙中は大逆風だったから、TPP も反対で原発再稼働も慎重と、地元有権者に約束してきてしまったのであり、参院選も始まっているから、あれはポーズでしたとは口が裂けても言えない状況にあり、安倍が決断したら、一気に賛成に回るというシナリオが崩れて、地元でチクチクやられて、身動きが取れないところに来て違憲判決が出て、この違憲当選議員が後、地元のじいさんにどつかれて、賛成に寝返るのが非常に難しくなってきたのである。原発報道も、デマ報道ここに極まれりという感じで、福島の子供の6割が甲状腺異常を訴え、小児がんが多発しても威嚇しようがないところまで来たが、バビロンは環境省に命じてた県の子供の6割が甲状腺異常という数字を出させて、それを NHK に報道させたようだが、連中の狙いは、子供の甲状腺異常は大したことないから、大丈夫大丈夫と、視聴者に思わせたかったようだが、馬鹿げたことをしたものである。まともな視聴者は、福島の子供の被爆が深刻なのを薄めるために、他県の数字を捏造したのだろうと見抜いたし、そうでない視聴者も、福島原発だか中国の大気汚染だがわからないが、いずれにしてもどちらも深刻で、原発は再稼働禁止だし、尖閣で喧嘩などしている場合ではなく、日中で協力して、大気汚染を解消しなければダメだと考えて、バビロンが望むような、甲状腺異常って大したことないよね、などというアホな反応はしなかったのである。もはや、ガキの約束のような TPP をご利用しするのも無理だし、バタバタ死人が出始めた原発を、再稼働するなど無理なのである。若者のみならず全世代が、新聞、テレビ離れを起こしており、デマ報道には反応しないのであり、諦めることである。アホすぎである。ポスト米英時代、どうやら、北米が欧州に吸収されて、日中梅雨印と中東が組むという二極化で、バビロンの野望は、阻止されるようである。投稿者ポスト米英時代日時2013年3月09日16時間15分48秒、イスラエル廃止とか、米国が今月で終了とか、今一つリアリティが感じられなかったのと、バビロンをどこが引き受けるのか、松沢病院の役割は誰が果たすのか、中国北部という噂も流れ、あまりいい感じがしなかったな、保護者というか白人村が引き受けるということのようで、それが妥当である。もはや連中のやることは、何が事実で何が嘘か、日本人にはわけがわからないが、同じ英語圏キリスト教圏のもので、バビロンが捏造した部分と、白人も便乗して捏造した部分の両方を、当事者に見直しさせないと、人類は次の時代に進めないのであり、その意味で、白人村の欧州が、有色人種の歴史をパクった部分もこの際、清算すべきである。ブッシュ小泉あたりから、米国のクレイジーさに呆れ、その原因がユダヤにあると分かってきたら、ユダヤを名乗る白人は偽物のなりすましで、海外ではファルトユダヤと言われており、我々は偽ユダヤと呼ぶようになったが、どうやら偽イスラエル自体もダミーで、米国もダミーで、やはり落ちぶれたふりをしている英国が、昔も今も司令塔で、要はアングロサクソンと言われる連中の一部が、多民族や多宗教を名乗り、その源流がバビロニアにありそうだということも分かってきたが、偽ユダヤ部分だけなら、日本人でも嘘を解明できそうだな、アングロサクソンまで手を広げると、勝者の歴史を全て否定するのかということになり、悪道と勝敗の境目が見えにくくなり、連中を裁くのも更生させるのも、自身の先祖の部分を反省するのも、白人村が当たるのが妥当である。そして、バカのお守りを白人村に任せている間に、残りのユーラシアを、シルクロード連邦にしていくのが、日中梅雨印と中東の役割で、まともな経済圏を横棒のように一本筋を通せば、アフリカや南米も力を発揮することができて、一件落着である。これからはアジアの時代とよく言われるが、バージョンアップしたシルクロードの時代ということである。しばらくはバビロンが、
最後の悪あがきをすると思うが、もう少しの辛抱である。ポスト米英時代、杉並 M3.5、東京夏日で東北吹雪、バビロンのプラズマ兵器である。自分なりの判断基準を持ち、いつでも東京を捨てることである。投稿者ポスト米英時代日時2013年3月09日22時間45分37秒、杉並が震源などというのは、プレート地震で説明できないのであり、核爆発かプラズマ兵器かわからないが、バビロンの仕業である。明日は東京大空襲で、明後日は311で、いずれも連中が日本を攻撃した日であり、明日まで限定の夏日も異常であり、腰が引けた状態で東京で過ごし、それぞれの物差しで嫌な予感がしたら、躊躇なく東京を離れることである。腰水が相変わらず原発事故はブラフだという立場を取っているが、小児がんの多発や B 級有名人の急死を、これだけ経験すればもう10分であり、放射能に関しては東海山が1日の長があるということで、悪意とは別に、完璧なブロガーはいないから得意分野をそれぞれ参考にすることである。スケジュール的には、金さんジュニアが311に休戦破棄で、313に安倍が TPP 交渉参加を表明するようだから、東京地震や富士の噴火をぶつけるようなタイミングでもないし、地下バブルに冷や水を浴びせることを、バビロン自らするとは考えにくいが、異常気象をなぜ今起こしたかの合理的な説明がつかず、やはり阪神でいつでも逃げられるような体制で過ごすことである。TPP は6知事が反対を表明したようで、米国民の猛反対と考え合わせると、安倍が表明しようがしまいが潰せるような気配だし、米国の破綻が先に来そうで、粛々と馬鹿げた内容を暴き続ければ、ギリギリで阻止できそうである。福島知事が311直後の、肝心のデータを廃棄したようだが、語るに落ちるとはこのことで、やはり危険なのである。バビロンの行動は、周到な準備の部分とやけくそのような部分と、なだら模様のような感じだから、多重債務者の末期の行動と同様に、厚しめの警戒が必要である。大きな流れで言うと、本州をユーラシア大陸に例えると、中央道を EU とバビロンが確保し、東海道を日中梅雨印が確保するという、住み分けで話がついた気配だから、無駄な攻撃がないことを祈るばかりである。無理やり悲観的に考えれば、雨に弱いプラズマ兵器を使用するにあたり、人工降雨を阻止するような気圧配置の結果、異常な夏日が出現したようにも思えなくもなく、毎度毎度の週末、にわか雨もあるのかないのかも、判断の一つにすべきである。判断に迷った時は、論理的に答えを出すことに執着せずに、自分の直感を信じて行動することである。